はい、こちらですね、次回笑い内閣、次回これは第25次笑い内閣名誉男性鈴子、こちら11月9日から11月14日まで、開花で京都公演を行います。すでに9月で札幌、10月に東京で公演してるんですけども、女性差別をする女性が主役のコメディです。岡山の架空の市で市長選に出ようとするですね、女性市議会議員が女性進出の象徴と言いながらですね、女性差別をしまくる、議員がいろいろ騒動を巻き起こすコメディでございます。はい、出演しております。はい、出演しております。女性差別する人の後輩の役なんですけど、私は役の上では女性差別をしたくないので悩むっていう役ですね。はい、はい、はい、さんは、私はこの息子編あるんですけど、その息子編に出ております、高校の先生役で出てます。高田先生っていう先生。はい、はい、なんとですね、今回はですね、鈴子の、子供がですね、娘のバージョンと息子のバージョン2編ありましてですね、2回来てもらおうと思ったんですので、札幌では娘編、東京では息子編をやったんですけれども、これね、あの両方見れるのは京都だけですので、聞いてあげればと思ってます。はい、はい、アフタートークまたいろんな、特技の方がたくさん来ます。東京ではね、田島陽子さんとか来ていただきまして、いろいろ来ていただきましたので、京都でもぜひとも来ていただければ、ね、もう先得決済というのは終わってるんですけども、予約していただけると少し安くなりますので、ぜひとも来てください。よろしくお願いします。お願いします。